皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。さあ使っていきましょう。育成完了しました。ガオダク D0 はまだ持ってないんですけど、フルステータスですね。ステータス値マックスにしました。レベル35、底力フル、団子フル、はい。でもちろんアビリティもつけました。まあ、今回でサブなんでアビニが発動されると思います。使っていきましょうか。さて行きましょう。ピクドラなんでレードラ引いていきましょうと。で今回ね、アビさんでの運用ではなく裏での運用としてやりたかったので、リーダーをですねロボガールにしてます。何との相性がいいかとかはまだ把握してません。やっていきましょう。さあバサカ2、裏技、取れないかな。取れないね。まあしょうがない。ああそれならリムル行きましょう。はい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 、しっかり壁張ってあげて、ここもしっかり押さえて倒しきる。 OK、 強いよリムル。取りました。いいんじゃない、取ったの。さあレードラドン、ロボが攻めてけ。さあ来たよ。このピクドラがスキルを打ったらそのタイミングでレードラー、もうちょっと勝負かったかな。跳ね返しは食らってないね。オッケーオッケー。さあそこ倒しきってゲージも出なくて、あいつもどっかに持ってけそうな雰囲気はしているが、いかがでしょうか。さあガオダーク行こうか。さあガオダーク行きましょう。直当てしてます。さてガオダークどんな削り方するんでしょうね。あ結構でも削られてますね。言うても痛いなそれ。さあリムル出してメギド打つよ。これ打ちそうだよメギド。さあメギド打つ。さあメギド打って、コラボ猫登場、チビグリ流して、おお飛んだ。はい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 、リムルも弱くなってるんですよね。ただ今回リムルに焦点当ててなくて、どれぐらい弱くなってるかちゃんと確認できてないんで、それもねまた今後ねリムルを使って動画撮りたいと思ってます。とりあえず今回はガオダークの動画なんで、耐久値はでもやっぱ低そうだね。ただやってくれました。横当てとかもできるはずなんで、まあバカベットだったからできなかったけど、進撃の大型に対しては結構有効に立ち回れるんじゃないかな。ありがとうございました。はい、それでは行きましょう。続いて今なんかヌボボボボボボって言われたけど、もしかして相手リーダーヌボボ、まあ、ヌボボってキャラクラやってるはず失礼しました。行きましょうか。さてとウィッチもね一応環境的には強くなったはずだが、これでいっちゃおうかな。スライムすごい好きなんだよな。強いよね。さあ見たまニャンコ大戦争のコラボに完全に影響を受けてる気がする。いやそんなこともないのかな。シンラで取りたいな。いやディケイド、いやシンラだな。ヌボボ、取れるよこれ。はいでかすぎで、コルナ打って両方とも削ってくれる。おメタルドラゴン、じゃあメタドラゴンメタドラゴン早いね。ミスったこれ、ずれてる。これずれてるわ、よくねえわこの流れ。さあガオダーク出して、さあガオダークのフリーズとなんかすごいいっぱい入ってる。倒せそうじゃない。倒したよ。ガオダークも正面から切っちゃったからだけど結構削られたね。でもこれあーやりきれないか。でもね一応ねスライムと剣士が壁張ってくれてるから、そのうちやれるんじゃないかなとは思ってるが、朝吹き飛ばして破壊して砦も取れそう。ロボが強すぎだがやりきれてない。ガオダークまだ生きてる。そう裏技剣士も流していこうか。これ相手きついね、もう相当きついと思う。はい倒しきって剣士も流しが砦も取れる。さあ、OK! 干渉ですね。さすがに干渉。キャラ残ってるし、止められないと思う相手、そのキャラたちじゃ。
さあディケルドーン、オッケー。というわけで完全勝利ありがとうございました。ロボが強え。ロボが強え。あとガオダック普通に強そうだけどな。え、うまー、マジうますぎー。はい、それでは続きましょうか。まあガオダックがね、なんて言えばいいのかな、ちょっと難しいんだけど、攻撃範囲はそんなに広くない印象がある。その要は殴る対象に対して一歩は取れるんだけど、ついでに他のなんかね、キャラたちまで一気に殴ってくれて、広範囲ドーンって感じではない。着弾地点に対しての範囲なんで、あのゴーレムとか、あのゴーレムガールとか、あれをイメージしちゃうとちょっと違和感が起こってしまうかもしれない。でもこのキャラはこのキャラで強いと思ってる。なんかね、使い方もね、完全にね、キメラの上位互換な気がするんだよな。要はスキルが入っちゃえば、あのスローフィールドでね、凍結のダメージ、凍結のフィールドのダメージと凍結状態が強すぎて、それってね、最悪ガオダークそれだけ打ってくれればあと敵倒せるんじゃねえ的な可能性がある、あるよねって。ああ、取られちゃった、もったいないね。まあでも相手も一発打ってくれてるんで、まあいいでしょう。さあリザーね、とりあえず吹っ飛ばしはあんま嬉しくないが、ロボが行きましょう。これはあー、それ食われるのはね、正直ね、かなり良くないんですが、サイクロ来たね。じゃあもうガオダーク行っちゃうか。これ早めにガオダーク行って相手が大型切ってくれたら、あの俺これいるんですよ。あ、触られちゃった。でも倒したぞ。ただあー、やっぱ結構脆いね、見てる感じ。さあ削ってくれてはいるし、アマゾネス第一撃で吹っ飛ばしてくれるんだけど、問題はあのクレフラね。さあクレフラどこで来ますか。おお、そっちワンパンにはしてくれた。それも倒してくれた。さあここ倒そうか。あ、それ拘束できないんだ。しかも即死入ってね。マミで一回抑えるか。ここは倒せるんだけど、あのクレフラが俺抜けないんだよな。でマミがいるので、砦で取れちゃうよと、このままだと。まあパワードかな、まず。でこっから2秒に1回復するんで、とりあえずマミー置いて、さあクレフラどこ行ったんだ。こんな感じか。呪ってくれた。そこは見てくれるから大丈夫。第一も大丈夫。取られても負けはしない。ただ勝ちには至らず、ちょっとクレフラが強すぎたね。突破できなかったわ、クレフラのこと。ありがとうございました。はい、それでは続きます。ガオダークね、まあ、今回使ってみたというわけで、一応ね、金攻撃ではちょこっとだけ使ったんですよ。ただ対戦これ初めてなんですよね。フリー対戦もやってないんで、いきなりリーグぶっぱしてるんで、ちょっとうまくね、使えてるかどうかとはまた別の話なんですけど、まあやっていきましょうか。やり込みのは全く足りてないっす。クラガか、まあサンブラでしょう。これでいってみようかな。この方はね、前回のリーグの動画でも当たった気がするぞ。その時持ってた気がするけどな。どうだろうね。さあ削ってけ、削ってけ、削ってけ、大砲で飛ばしてけ、飛ばしてけ、ここ止めて、いいよ。さあシマリスワイラー、シマリスワイラー。ロボガがね、下これてないんですよね。これちょっと問題なんだよね、実は。ただ、そこ触れるのは偉いんだけど、
これは壊そうかな。まあ、何言ってもいいんだけどね、キャラで。おーい、マジ、キモいワイラー。お前強すぎー。相手キャラ強くね、何これ。さあ、ガオーダーク寄ってはいる、寄ってはいるが、なんとかできる感じなのかどうかちょっと不明だ。強くだ。何これ、この人キャラ強すぎだろ。結構異常なレベルで強いぞ。どうなってんのこれ、やばい強くないかこの人キャラ。こう抑えてなんとかしてドローにしなきゃ無理だ。強すぎて勝てないこれ。俺も普段強いんだけどね、だいぶやばいでしょ普通に。なんかゲーセンかってぐらい札強いね。抑えられるか怪しいぞ。いや間に合わねえ、マジで強いって。ユウスケ、レイドラ、シマリスワイだって。もう豪華フルセットじゃん、もう完全なるフルコースじゃん、解析コースだって。はい、それではラストいきましょうか。ちょっとね、そんなにガオーダークのいいところを見せられてないてか、今の配置はちょっとあれだね、ロボが詰まっちゃったからあまり活躍できなかったのもあるけど、ガオーダーク単体で何とかしてくれるって感じじゃなくて、他のキャラと合わせてガオーダークが頑張って強いよっていう状況になると思うんで、そんな気がするんで、それを狙っていきましょう。なんかパッとしないね。リムル出てきたら嬉しいな。もうプリンス一体いっちゃうか。1プリンセスするわ。カンガルーか、まためんどくさいけど出しちゃったな、出してきたな。あれまあ一応ウサギ出すけどさ、あ取れないんやそれ。あなるほどね、そんな感じね。ガオーダーク生きてるぞ一応。ここ取られちゃったけど、ガオーダークは生きて頑張ってるぞ。これ頑張ってるな。ちょっと削られてもいいわ、どうせロボが来るし。うん、はい、じゃあ取りましょう。それケツ当てだね。で時間まだいっぱいあるんで、まあ問題なく勝てるでしょう。でガオーダークいるじゃん。相手のね圧力がすごかったけど、なんか大丈夫そうに見える。さあカンガルー倒してもらって、デビルは一応剣士挟んどこうか。まあロボが即死入りましたとか嫌だからね普通にね。というわけでさすがにまあ完勝でしょう、ロボが止まんないし。パードの砲撃も頑張ってくれてるというわけで完勝ですね。ありがとうございました。です、なんだろうね、カンガルーかな。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。ガオーダークでございました。いかがでしたでしょうか。まあ普通に強かったですね。最後の試合はガオーダークのおかげでデス完全に止まって、あの砦周りも全部破壊してくれてるんで、あとはまあ後ろをねロボガールと魔法と頑張ってね止めてくれたんで何とかなりました。なんかね、まあステータスはやっぱ低いんですよ。 HP 低いんで他のキャラでも1000ぐらい低いじゃないですか。まあ800から1000ぐらいなんでちょっと脆いんですけど、まあ殴られずに殴るっていう一方的なね立ち回りをうまく使えれば
まあ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 、あの挙動は、あの移動するあの挙動はですね、ゴーレムとかキメガとかに近いんかなって感じでした。使ってる感じ、あの一番上に切ったら一番下のキャラには反応しない、レドラとかあのサンドラみたいに反応しないし、ただあの後ろにキャラが流れても後ろに追っかけてくれる、で追っかけてくれるんだけど、なんかキメラみたいな追っかけ方をしなかったようにも見えて、前に先に行っちゃう印象、ちょっとねどこまで後ろ追っかけるかがまだ把握できてないんですけど、はい。てかこれ底力作ってると思ったら底力作ってないわっすわ、底力なんかないわこのキャラ、まだ団子までか、底力入ったら4000超えるんだね。そっかそっか、復刻来たらじゃあ多分底力追加されますね。はい、というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。